FF7 のリメイク続きやっていきましょう。今回はティファになって、もしくはエアリスになってクラウドを助けに行く。確かこれトップのキャラクターを変えられるはずなんだよね。変え方がちょっとよくわかんないけど、何かしらの方法で一番前にいるキャラクターを変えられたはず。まあこのまま行きましょうか、わからないんで。急ぐんだな。うん、この人なんか物分かり良さそうだね。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつら。じいちゃん。これはこの方向かな？何しに来た？お前らは不合格だ。うん、不合格扱いの女が2人。攻撃。片方にね、これ集めてもらいたいんだけど、でこっち側の方が、うわ目の前今ぶつかってんね。なんでこっち側攻撃したらディファは逆行った今。同じ方向行ってもらいたいんだけど。祈り。私に任せて。蹴飛ばされた。じゃあね。うん、与えるダメージは大きいか、ティファの方が。そうか。お疲れ様。そしてこの方向、ああこっち側にも行けそうだね。うん、間もなく到着。たまらん！いただきまーす！あーっと、おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い！この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。7番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だよ。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひー。姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューンドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティ
ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドグッバイ。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹を振りたまえ。ひどい匂いだ。というわけでこの場所到着。アイテムなどは特にない。 HP とかは回復済み。これどっち助けるか、先に助けるかでなんか変化ありそうだね。ティファ、クラウド、7番街へ急がなくちゃ。あ、エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの。助けられて、助けて、また助けられてる。ん、ごまかしてない。どうして助けてくれるのかな。行けるか。大丈夫、もちろん。これベヒーモスとはまた別なのか。どうするかな。お吸いかけ。なんだろうな、角の方にもロックがかかるね。いや、真ん中はそもそも行けない。これ逃げ回るぐらいしかないんだよね、このゲーム避け方。
で他のにもう倒してもらうのが一番いいような気がする。遅い竜巻、魔法で倒すか。マジックサンダラ、ああ角やっとくか。とどろけ、じゃれる、何とか避けてはいる。なんだろうねこれ、何やってきた今。挑発、これどうなんの。まあどのみちこの敵しか狙えないからと。しまった、落ち着いていけ。私に任せて、まさかの猛打ラッシュ。まあこの遠くから眺めて攻撃できるという点ではすごくエアリスが有効なんでね。さあクラウドにも何かさせましょう。あ今本体の方やっちゃったな、避けられてない。うんまあそれでも大ダメージではないから助かってる。お吸いかけ、うん、挑発食らってもどうなんだろうな。角の方のロックが外れるという可能性はあるけど。ティッファかかと落とし、エアリス祈り、祈り便利だね本当。お吸い竜巻、んどこ行った。クラウドもどうするかな。マジック行くのもいいんだけど、かわしたつもりだった。苦しい、クラウドアビリティ、これ盗むも一応セットやっといたんだけどね。今吹っ飛ばされてる。角から行きましょうか。祈り、またお吸い竜巻、よろけてる、うん、よろけてる今のうちに。どうなんだろうな、かかと落とし以外も使いたい気がするけど特段これといったもんないんでね。聖なる魔法陣、あーこれは使う場所設定できるのか。サンダラ、まあ、他はちょっと弱点ないか。カチンと、まあ特段弱点ないね。こっち側向いてるか、向いてるね向いてるけどどうにもならない。サンダラ角、お吸いかけ、多分これはお吸いのそばにいなければ、あー当たってるお吸いのそばにいなければと言おうと思ったけど、なんかファイティングポーズ取ってんね。突進、じゃれる、はいかわして、まあなんか角やらなくてももう倒すことできそうな気はしないでもないけど、なんかほぼほぼプレイヤーキャラの方に来ちゃうんだよね敵が。んティファが、ティファが危ない。だが自らで回復魔法を使ってくれた。うんクラウド、あ盗むやりたい気もするけどね。ここまで余裕はないか、かわしたつもりだったが、さてサムナーゲージ溜まっている。リフリートでも呼びましょうか。
舐め回されてしまってる。さあ、頑張ろう。逃げましょう。お吸いかけなんかイフリートも同じような高さで。ティファサモナーゲージ、クリムゾンダイブ、右角。こっちがダメか。みんなを巻き込むような気がしたけど、うん、上の方飛んでった。さて、もう一回。今弱ってるか。一気に行きたいけど、祈り。おっと、潜ったね。うん、再び。今ならば魔法、この場所ならば。2回連続。あ、今消えちゃったぞ、下にあった。今角壊したので、でこれでまたさらにダメージ与えることができてる。今3600。大興奮。いかにも来るような気配。突進ラッシュ。かわすことができている。下水津波どうすればいい、どうすればいい。どっかから水が大量に来るんだろうけど、あ、今動けないな。私に任せて。まあ結構地味な戦いが続いてるかのような。盗みやってみましょうか。盗みやったか。吹っ飛ばされた。いかんいかん。回復間に合うんか。これクラウドケアル、エアリス。ダメかも。無事なんだ。多分近距離だけでしょ。祈り。さあ、頑張ろう。また洪水竜巻だが、これはやだ。あー、なるほどね、寄ってくるか。全然見えてなかったな今の。念のためマジック。いやー、結構ダラダラと戦いが続いてしまう。またか、竜巻。なんか引っかかってんね。なんかこれといって決め手がないんだよね。ファイラは、ファイラ今弱点かな。あ、でも今ポイントが足らん。くマジックレイズ誰か使えないか。ティファがまだ溜まってないんでね。ティファがまだようやく溜まって。あ、レイズセットはやってあるよね。クラウド、うん、これどの道避けられないでしょ。頑張ろう。この辺りにいれば。また戦闘不能。フェニックスのを使うしかないか。クラウド、お待たせ。んでティファニーは技使わせたいけれども、サマーソルト今やったか。なんかマジックティファやっときましょう。今なんでね、畳みかけるんであれば。もう一回マジックケアル、クラウド
私に任せて。分かってはいたけど動けない。まあ地味だけど倒せてはいる。慎重に行こう。やだ。うわ、こっちが来るのか今の角度で。間に合ってないぞ。なんとか耐え切った。力耐え切ってない。すぐ助ける。連携しよう。頑張りどころ。ティファはマジックポイントがない。いや、じゃないな、ポイント溜まってないか。単にレイズ、エアリス、負けたくないのに。早くやってくれよ。一旦下がるね。お任せあれ。これで癒しの風で耐えられるでしょう。なんとか耐えた。クラウドももう MP ないんでね。となるとモーダラッシュ。いや、まだ来んの。ちょ、今のがぶつかんの。なんじゃそりゃ。祈り。さあ、下水津波はこの辺りから。うん、間もなくといったところなんだけど。私に任せて。まだ、あ、逃げ切れてない。しかも他の2人は逃げてくれてない。どうするかな。引っかかってる、引っかかってる。なんか変なとこ引っかかったな。だからもう間もなくと言いたいけどまだか。危ない危ない。おっと危ない。もう倒すでしょさすがに。祈り。ティファよ、もう突っ込んでくれ。無事倒すことができている。行っちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん、うん、あ、ティファ。やっぱり下水道とつながってる。さて、回復できる場所はないのかな。適当に回復やっておきましょう。いやー、でもようやく3人パーティーにまた戻ったね。これどうなんだろうな、最大4人なのか3人なのかが分かんない。どうした。水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。うん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。
でこの方向なんかあるんだよね、宝箱。この下水の中入っても特に大気は減らない。エーテル入手、まあ、今回そこまでアイテム使わなかったんでアイテムには余裕がありそう。相手になってあげる。サハギンか。まあ弱い敵ならばクラウドで戦ってもいいんだけどね。なんか巻き添え食らったような大丈夫か。うん、これが安定かな。ブレイアサルトモードで防御やるのが。次もこの調子。そっかそっか、これ盗むを設定やっとけば気軽に盗むができるようになると思う。バトルセッティング、ハイラがいらないかな。アビリティ盗む、これでいきましょう。アイテム稼ぎもやっておかないと。お金も足らないしね。これ上に登れになってるけど、この方向。あーでも今でも結構ダメージ食らってるね。休憩所あると思いたいけれども、さてこの方向。ハイポーション入手。これ下は降りられないのかな。うん、降りられない。そして水路の何か動かすものがあるので、ああこれやれば通れるようになるか。匂いすごいね。綺麗とは言えないスラムのその下水だからね。うん、違うな、こっち側みんな行っちゃうね。でどこかアイテムは向こうにボックスあるんで取るだけ取りましょうか。この方向。うん、 MP 回復。そうかそうか、そういえば確かセッティングでシステム、オプション、カメラ、これを下げるって手もあるんだよね。そうすると多少戦闘でまたフィールドでも見やすくなると思うんだけど、どうなんだろうな、まあ、どう変わったかがよくわかんないけど、一応やっときましょう。あれ、これ下に降りられるになってるけど、まあ、降りる、あ、降りる必要あるね。降りる必要ないと言おうと思ったけど、とはいえやっぱり遠くから攻撃やった方が戦闘は楽なような気がする。まあ、敵の動き見えないで話にならないからね。フェザーグラブ、多分手だと思うけど、これ全然熟練度溜まってないんだよね。何かやらないとダメなんだけど、自分でやらないと多分効果出ないんでしょう。フェザーグラブに変えておきます。で育成はお任せで、ティファはどうするかな。まあバランスでいいでしょう。うん、戻ってきたね。あ、これこっち側からも行けたか。全然気がつかなかった。では合流しましょう。あ、いいね、ちゃんと休むところがある。安いものはない。ハイポーション2つだったならば買える。だが他のが全然買えなくなるからお金は貯めた方がいいのかな。休憩しましょう。どこかで稼げればいいけどね、なかなかそういう場所が見当たらない。さてこれどうやってパーティーメンバー変えるのかな。トップに持ってくるの、他のキャラクターにしておけば。これバトルリーダーって書いてあるね。バトルリーダーをどう変えるか。
ここのような気がするけど、バトルリーダー変更ありますね。あれでもこれ動かせるのは変わんないのか。今エアリスにやっといたので、それでどうなるか。向こう側だから今向いてる方も探索とはいえ何もない。敵出るんじゃない？一気に行くぞ。任せて。エアリスになってるね。ああそうだ、クラウドに盗むをやってもらいたかったな。忘れてた。となるとやっぱり弱い敵の時は自らでやった方がいいような気がする。もっと出てきてもいいと思うんだけどね。敵ね、いるね。ここ相手は雑魚だ。決めちゃおう。さてこの程度か。盗む。盗めなかった。盗めなかった役に立たないんだけど。仕上げだ。あ、終わっちゃった。お疲れ様。どうなんだろうな、行ったり来たりすれば敵が出てくるのかどうか。この方向を見ておきましょう。ここは通れるか。通れないね。耐久は自らが減っている。さてどの方向か。まあどちらから行っても上行けるかな。ここ通るの。真っ暗だね。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。ここは走れないんでね。左右行けそうなところもあるけど、アイテムがあるようには見えない。特に操作盤があるわけでもない。多分何もないでしょう。ここも左右あるけど、何もなさそうか。操作盤らしきものが見えるんだけど、これ下行けそうだな。違うか。あれ通れない。ここなんか操作やって水を抜いて下通れるかと思ったけど、他は向こう側も操作盤か。これぐらいね走らせてくれって思うけどね。なんでこんなちんたら歩いてんの。操作盤じゃなかった。まあいいか、行ってしまいましょう。ああそっか、上の方で水門閉じるってこともできたので、閉じてから来ると下通れたかもしれない。まあでもそこまでやらなくていいでしょう。結局今の場所も敵が全く出てこず。あ、ここかもな。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔法以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。やりましょうか。今扉が動いた音は何だろうな。
明るいの、いい？あまり前に出るな。じゃ、後ろから。うん、敵が出てきた。なんの？盗みましょう。なにこれ、全然盗めないんだけど。なんかあるのかな、まあ、軽い。何かの能力が必要とか。仕留める。うん、鎮静剤、どうでもいいもの。回復系欲しいな。終わったね。この方向かな。これ動かせるか。うん、水門が動いた。これでアイテムがあるかどうか。ここまでやらせて何もないなんてことはないよね。これなんだろうね。鍵。うん、まあもともとやらなきゃいけないような感じかな、これは。で、反対方向も何かありそうなんで、反対方向も行ってみましょうか。あれ、敵出てこない。出てくるものとばかり。うん、この方向は操作、いや、できる場所あるね。ここにも同じようなものがあるかどうか、うん、アイテム発見。お金か、800。モーグリメダルも発見。いまだにモーグリメダルの使い道が分かってないんで、何で使うんだろうな。まあ、いずれにしてもさらに進んでいきましょう。やった。多分間もなく目的の場所か何かだと思うので、今回はここで終えて、また次回以降続きやりたいと思います。ではでは。